朝ごはんです。昨日のサラダの残りと、あとはイングリッシュマフィンにソーセージを挟みました。いただきます。ヨガの帰りにスーパーに寄ってきました。スーパーの購入品です。豚バラスライス、ケチって国産じゃなくてアメリカ産にしました。タイバレー、はい、次パスタソース、はい、次パスタソース、はい、次卵、はい、次ほうじ茶、以上です。ちなみにこのお買い物バッグすごく便利です。今ちょうど広げっぱなしなんですが、ここの持つ部分と一番底にこういったところがついていまして、これをピッてほら引っ張るだけなんですよ。超便利。あとはこう畳んで、でゴムがついていますので、ゴムで留めれば、はい、出来上がりということで、もうこれは手放せません。質素なお昼ご飯です。これはいつもうちは20穀ミックスを入れてご飯を巻くのでこんな色です。で、今卵を買ってきたので卵かけご飯とお味噌汁です。ではいただきます。そろそろ冬用の厚手のニットは片付けてもいいかなと思っているので、片付ける前に一度毛玉チェックをします。こちらで毛玉取りをしていきます。やっぱり袖のところは結構毛玉がありますね。今日の夜ご飯は玉ねぎと豚バラスライスを使って作っていきます。夜ご飯は豚バラスライスと玉ねぎを炒めただけのものです。いただきます。本日の出費です。今日はヨガに行ったお金がレッスン代が1000円で、ヨガの駐車場代パーキング代が500円で、その帰りにスーパーに寄ったスーパーのお金が1343円でした。ということで本日合計は2843円使いました。まあ今日もとってことない一日でしたね。お休みに入って何もない一日ってすごく新鮮で良かったんですけれども、さすが
週間経つと、なんか何してるんだろうってそんな気持ちになります。でもやっぱりどこか遊びに行くわけにもいかないですし、今こういったね世の中になってますので、お家にいるしかないんですよ。でもお家にいてもドラマ見るしかない、そんな毎日を過ごしています。またねお家にいても何か楽しめることとかできたらいいなって考えています。ということで本日も動画見ていただいてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。